大クワガタ亀岡さんですね。あの亀くんです。ちょっと自分でかいよね、ワイルドのこれ行ったら僕のミスが下がっちゃいましたね。こんな感じの怖いですね。うん、いい感じですね。これで類代していってどんどん太くなっていけばいいですけど、まあ、それなりにいい潜在能力を秘めてるんじゃないかなと思いますね。こちら虹色クワガタグリーン系ですね。さあどうなんでしょう、グリーンなんですかね。なんとかしてるんですかね。ビオンシーは結構ね、いろんな色が出るんですよね。固定されててもなんか濃かったり。この子はうわーグリーンっぽい、グリーンっすね。でなんかね、なんか浮かせる虹色最近あったの、めっちゃピッカピカ、浮かしたてだからかな。まあ、ちょっと立派ですね、これも。素晴らしい。ちょっと浮かしたてなんでね、あまり触らない方がいいですね。素晴らしいですね。これグリーンですね。あ、でも浮かしてるっぽい。街が見えますよ、街が。でかいか、押すかな？様子でかいですもんね。あ、かわいい。洋室がでかかったあるにはちっちゃいですね。それグリーンですね、綺麗。グリーン系です。今度こちら。赤レギウス。赤レギウスね、餌交換し忘れてそのまま多分浮かしてるっぽいですね。浮かさせてしまった子ですね。ほら多分これ一本で浮かしたんじゃないですかね。申し訳ないです。めっちゃ申し訳ない。でも可愛いんだよな、ちっちゃくても。赤い、ちゃんと赤い。申し訳ないけどね、かっこいい。オスですね。一応メスがね、何頭かいるので、ブリードします。で、これ、歩きです。これね、禁止入れたんですけど、全然食べてくれないで、ここでね、浮かしてました。もったいないことしましたね。めっちゃ片付けしたのにって感じ。仕方ないですね。禁止入れたショックで、騒ぎましたね。禁止ショックって。あ、かっこいい。全然食べてない。わぁ、悲しすぎるぜ。そのまま潜っていって、そこで、洋室作って騒ぎになっただけですね。めっちゃかわいいじゃん、めっちゃかわいいじゃん。歩きです、平田ベンクールさんですね。うおー、いいね。いや、これはこれでいいっすね。小さいのもめっちゃかわいい、めっちゃかわいいわ。これギラファーって書いてある。ちょっと浮かしてますね。の方だったかマジか、すげえな、ちっちゃいな。ほら、あ、元気、もうブリードできそうですね。ちょっとね、ワイルドからの子供ですね。もうだいぶなるのかな。ワイルド初めて買ったギラファーを類代してる。 WF1F2 か WF2。次はトカラノコギリクワガタですね。これ露天掘りしてた子ですね。無事に通過してるんでしょうか。浮かしてるけど無事に垂れ方なく浮かしてるから、うわでかい、でけえ、うわ綺麗。あ、浮かしてる、綺麗綺麗綺麗、完品完品。いやー、やりました、完品です。この木目調がめっちゃ綺麗ですよね。いや、好きだな、トカラ。これは白眼ケットじゃない方のトカラですね。いいね。うわ、めっちゃいい。かっちょええわ。イケメンでした。よかったです。ちょっとこれは、そのまま休眠してくれてたらいいんですけどね。そしたら来年そのまま。ブリードいけそうですね。途中で起きないようにちょっとまた様子に戻してあげます。
おやすみなさい。あちらも宝いますので。オスだった、よかった。メスがね結構いたのでようやくオスが出てきてくれましたね。黒の宝の限りクワガタ、普通のノーマル系ですね。さっきのと色が若干違う。こっちの方がちょっと黒いのかな、濃ゆいのか。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だわ。わー、これ大クワガタ。これね、あの全然禁止食べなかったあの YG 血統なんですよ。で仕方なくマットに入れてたんですけど、ちゃんと浮かしてるかな。ちゃんとしろ、倒すな。よっしゃ、やったぜ。おー、かっこいいな。てか普通にマットでもなんか全然いいじゃないですか。これ長いな、大顎長いいね、美しいな。やっぱ大型ケット YG いいね。 YG 最高だね。もう次もダーク系、ダーク系次もっていうか次はか。やばいな、このボトルから小林が流出してる。早めに追い出そう。どうしたの？やだ、小林がマジやだ。小林がやばいけど、あーっしゃー、浮かしてた。よかった。おー、綺麗。ダークレッド。ほぼブラック。ほぼブラックっていうね。いや、かっこいいなぁ。ちょ、浮かしたてだ。いや、よかった。のせ YG 掘り出します。もし露天掘りしてたんですね、それそれ。よし、でけえ。あ、YG やっぱでかいっすね、メス。いい感じですね。かわいい。これは？これも亀岡ですね。亀岡。亀くん。この亀くんは結構気にされてるので、ちょっと期待してる。亀くんですね。さあ、期待してるんでしょうか。期待くかなってみたら、ちゃんと浮かしてみて。姿が見えません。ちゃんと浮かしてくれ。願いを込めながら掘り出す。すると。ああ元気、めっちゃ元気、めっちゃ元気。亀くん、亀くんですね。ちょっと太いかな。今までの亀くんよりはちょっと太いですね。じゃこれは類代しようかな、この亀くんは。めっちゃ元気だな。だいぶ前に浮かしてたんかな。トカラって書いてある。これ浮かしてるんじゃない？トカラ全浮かしてる。さあ最後の鳥を飾るんですか。ああ、いた。メスでした。よかったです、ペアになりますね。さっきのオスたちとペアになります。はい、よかったです。